ハラフシカブトガニ類、または強肩ビ類は、ハサミカク類に属する化石接足動物の一、グループである。たくさんの大切に分かれたカブトガニらしい姿を持ち、シルルキの種類を中心として、オルドビスキから石炭期にかけて生息していた。伝統的には正式の分類群として、ハラフシカブトガニアモクとされてきたが、研究が進んでいるたびに、その単系統制が、 徐々に疑問視され、単なる便宜的な総称として用いられつつある。かつてすべての種類が基盤的なカブトガニ類と思われ、他のカブトガニ類の系統のみにつながる説が主流であった。2013年以降では、カブトガニ類以外の新ハサミカク類の系統にもつながる雑談なグループとされ、便宜上抗議のカブトガニ類に含まれるが、系統的には、 他のカブトガニ類から区別されるようになった。ハラフシカブトガニ類のサイズ比較図やや縦長いカブトガニらしい姿をした節足動物である。体は廃校に覆われる前、体と分節した後体、および一本の微節がある。ほとんどのハラフシカブトガニ類は全長5センチメートル前後の小型種である。例外的に大型の種類は、 全長約10センチメートルのウェインベルギナと、吉祭大級のハラフシカブトが二類として知られ、廃坑だけでも約9センチメートルの横幅を持つウィルウェイラサイヤが挙げられる。全体は、先説と第一から六体節の融合でできている、合体節と考えられ、発達したドーム状の廃坑に覆われる。廃坑の背面は、多くのカブトが二類のように、一位の 側部隆起線が左右を走り、公園中心は、心場という、やや盛り上がった領域がある。両後ろ側の突起、いわゆる、ホートゲは、種によって鈍いものから顕著に尖ったものがある。廃坑の外縁は単純で特化していないものと顕著に、隆起したものがある。側がを持つことが認められる種類は2020年時点では、ラグランデラ・ロンバーディーと、 サダニスカス・ロサベルティという2種のみであり、ウェイン・ベルギナとパスターネ・カビアの化石には、ガワガンかもしれない痕跡が見られる。それ以外の種類の化石には、はっきりとした目らしい、構造が見当たらず、もしくは、目を持つ説が再検証に否定され、盲目であったと考えられる。一部の種類は、廃校の中央に、中眼もしくは、それを持つとされる隆起が見られる。 サイアマセファラスの後体には、対価的な第一セ聖タと融合した第六と第七セ聖タを持つ。サダニスカスの後体の聖タは、同期的で、明確した全腹部と後腹部の区分がない。後体は、第七体説以降の大説からなり、背面は、外見上級から11説が見られ、聖タによって現れる。サダニスカスとパスターネカビア除き、 この後体はさらに全6から8枚のセイタを持つ、幅広いの全腹部と、幅狭い円筒状の最終3節を含んだ後腹部として、明瞭に区別できる。あと体の大切をほぼすべて融合した他のカブトガニ類とは異なり、本群のこれらの大切はほぼすべてが可動で融合せず、あってもごく一部の種類の極部のみである。アキシャルノーズという各セイタの中央線を走る。 突起の行列は種によってあったり欠けたりする。廃坑の左右はターガープラーリーと呼ばれる出っ張りを持ち、種によって前後があるほど度重なった場合がある。アトバラブの場合、この出っ張りは往々にして対価的で完全に欠けた場合もある。一部の種類はあと、体と前体の境目にマイケロタージットという短縮したセイターが見られ、これは、 対化的な後体第一節を表したものとされる。このマイケロタージットが見当たらない種類の場合、それがあらゆる原因で観察できなくなり、外見上発達した1枚目の聖板は、実際には後体第二節のものであると考えられる。したがって、ハラフシカブトガニ類の後体の大切数のバリエーションは、外見上では9節から11節に及ぶが、 実際には10から11節とされる。あと最終体細集大節の後端は、細長い微節がある。多くのカブトガニ類のように肩状で三角形に近い断面を持つが、他のカブトガニ類に比べると、ハラフシカブトガニ類の微節は体に対してやや短い。針状の足先を持つカマンケイや、6体の足を持つとされるウェインベルギナ。ハラフシカブトガニ類の付属子は、 ほとんどの化石に見当たらず、それに関する情報は、非常に限られている。少なくとも、他の不死口類のように、基本として前体には1体のハサミ角と5体の足、あと体にはおそらく6体の外反という、ショエラのある平板状の付属子を持つと推測される。ベヌストゥルストカマンケイアの化石からは、保存状態の良くない前体付属子が知られ、 廃坑に覆われる一体のハサミ角と五体の足を持つことがわかるものの、その詳しい構造はほぼ不明で、カマンケイヤの最初の足に針状の先端を持つことしか言えない程度である。ウェインベルギナの場合は、例外的に付属紙の大部分を保存した化石がいくつか発見されるが、その構成については議論の余地があり、特に足に関したは、20世紀後期から2000年代にかけて、 複数の研究結果に指示される、6体を持つと、2015年に提唱される、発達した外詞を持つという二つの解釈が挙げられる。6体の足を持つ解釈の場合、6つい目の足は後体がいい一節に由来で、他のカブトガニ類の唇冷ましに相当と考えられる。ハラフシカブトガニ類は、定性性の海性動物であったと考えられる。少なくとも、 ウェイン・ベルギナに関しては、原生カブトガニ類のように、ある程度の遊泳能力を持っていたと推測される。廃校の外縁が分厚く隆起しない種類は、原生カブトガニ類に見られる。堆積物に潜む習性には不向きで、主に堆積物の表面で活動していた考えられる。ラグランデラとイルウェラサヤは、あと体の可動域を利して、体を丸めることができたと推測される。 ハラフシカブトガニ類は、他のカブトガニ類、ウミサソリ類、チャズマタスポディダ類、クモガタ類と同じくシンハサミカク類の節足動物であるが、他のシンハサミカク類、特にフシクチ類との類縁関係は2010年代前半を、スケにして大きく書き換えられ、それ以前ではカブトガニ類のみに類縁とされ、それ以降ではシンハサミカク類内の様々な系統位置に座る。 ガワ系統群とみなされるようになった。ハラフシカブトガニ類新士フダー,ーナは、ジトルによって創設されるゴールをはじめとして、2010年代まで長らく他のカブトガニ類のみに類縁と考えられた。例外としてパッカードは、ハラフシカブトガニ類を、ウミサソリ類に禁縁とみなしているが、この見解は20世紀以降の文献にほぼ認められていない。カブトガニ類を定義する形質は、 多くがカブトガニ類の祖先形質とされるため、その単系統制は不確実で、2000年代前後に至っては正式の分類群よりも単なる便宜的な総称扱いされるのが一般的になった。それでもハラフシカブトガニ類は19世紀後期の創設から2010年代にかけて他のカブトガニ類のみに類縁で単系統群のカブトガニ類を構成する説がほぼ、 疑問視されていなかった。その中で、ハラフシカブトガニ類は、他のカブトガニ類と、姉妹軍になり、もしくはそれに至る、側系統軍とみなされた。ダンロップセルデンは、ハラフシカブトガニ類と他のカブトガニ類をまとめる以下4つの、カブトガニ類の共有派生形質を列挙していた。廃校の左右は、側部流気線がある。廃校の公園中心は心は心場がある。 あと体のセイタにアキシャルリージョンという小中軸を示す領域がある。あと体の第一節は対価的である。オルドビスキのカブトガニ類、ルナタスピスルニタスピスオーロラ。カブトガニアモクの種類を思わせる三日月型の廃坑とほぼすべてが融合したセイタを持つ。また、その頃ハラフシカブトガニ類はシルルキ中期からデボン期の種類のみによって知られ、 カブトガニアモクも、基地イ古の種類は、石炭紀前期のものであるため、ダンロップセルデンは、カブトガニアモクに至る系統は、デボン期、石炭期頃で、ハラフシカブトガニ類から分岐していると考えていた。しかしこの見解は2008年をはじめとして、カブトガニアモクによく似通う姿をした、オルドビス気後期のカブトガニ類ル,ルナタスピスと、オルドビス気前期のミキサイ。 ハラフシカブトガニ類の発見によって覆される。もし本群はカブトガニアモクのみに至る系統だとしても、シルルキとデボンキのハラフシカブトガニ類は、カブトガニアモクの祖先を含まず、単なるオルドビスキで、すでに分岐した基盤的なカブトガニ類の生き残りで、あると示される。ダンロップセルデンが列挙した、常実の形質の有効性は、ランズデルをはじめとして疑問視され、 ハラフシカブトガニ類は必ずしも他のカブトガニ類に類縁とは限らない可能性が浮かび上がる。ランズデルによって行われる再検討では、常実の形質とその他の共通点はすべてが次の通りカブトガニ類以外の分類群にも見られ、カブトガニ類の共有派生形質にはなれず、むしろ新ハサミカク類か接触動物全般の祖先形質である可能性が高いことを指摘していた。 廃坑の側部流気線は、ウミサソリ類とチャズマタスッポディダ類のパルペブリルローブスに似通う位置にあり、それに、相当の構造であることを示唆する。廃坑の心場は、ウミサソリ類とチャズマタスッポディダ類を通じて、広く見られる。中央軸が、アキシャルリージョンとして区別されるセイタは、節足動物として、一般的であり、オハコルスチャズマタスピスなどの化石バサミカク類や、 ハサミ角類ですらないミツバムシなどにも見られる。耐火的な後体第一節は、ウミサソリ類とチャズマタスッポディタル全般に見られ、前者はセイタが見当たらないほど耐火し、後者はマイケロタージットとして現れる。9から11節からなる後体は、ハラフシカブトガニ類とカブトガニ類に共通しているが、基盤的な新ハサミ角類オファコルストディバステリウムも、このような後、体を持つ。 基盤的な新ハサミ角類オファコルスとリバステリウム。さらに、ハラフシカブトガニ類の系統位置は今までの見解よりも雑多で、種によっては基盤的な新ハサミ角類もしくはデケイトリアタに近縁という新ハサミ角類の系統内で様々な位置から分岐することを示唆する次の形質も取り上げられる。ウェインベルギナ、本属の足に関しては6対目の足を持つと、 発達した外詞を持つという二節はあるが、いずれも、新ハサミ角類の祖先形質とされ、どれが正解だとしても本族は、基盤的な新ハサミ角類であることを示唆する。ウェインベルギナ・ベヌストルス・カマンケイアなど、これらの族の廃坑の外縁は、基盤的な新ハサミ角類や、他の多くの節足動物のように隆起せず、ターガー・プラーリーは前後である程度積み重なるのに、対して、 残りのハラフシカブトガニ類は、他のカブトガニ類やウミサソリ類のように廃坑の外縁に隆気が走り、ターガープラーリーは前後で重ねていない。リムロイデスブノズサイヤマセファラスサダニスカス。これらの属は、デケイトリアタ類のように、後体は、第3から4節で最も幅広く、リムロイデスを除いて、セイタは往々にして、中央線を走るコブの行列を書き、 廃校両後ろ側の突起も対価的である。再検討がなされたこれらの形質をもとに、ハラフシカブトガニ類と他のシーンハサミ角類の系統関係を再構成したところ、ウェインベルギナベヌストルスカマンケイアなどは他のカブトガニ類とデケイトリアタよりも早期に分岐し、リムロイデスブノズサイアマセファラスサダニスカスなどはデケイトリアタと単系統群になるという。 ハラフシカブトガニ類を大きく分ける解析結果を与えられた。これによると、ハラフシカブトガニ類をも含んだ従来のカブトガニ類、いわゆる抗議のカブトガニ類はオファコルスなど以外のシンハサミ角類からでケイトリアタを除いた側系統群になるため、本群を除いた単系統群のカブトガニ類、いわゆる競技のカブトガニ類はランズデルによって 次の形質で再定義された。第七大説は、対価的でその付属子は唇冷ましである。あと体は前端で最も幅広い。心場は廃坑の後半を超えるほど前へ伸びる。側部流気線は前方で解合して M の字型となる。それ以降本軍に注目した2010年代の多くの文献もこの見解を踏襲し、系統解析にほぼ一致な結果を出した。 2015年に記載され、カブトガニ類とデケイトリア新しい特徴を合わせ持っていた化石新バサミカク類ウィンシキアトホーヤも、抗義のカブトガニ類とハラフシカブトガニ類のこのような非、単系統制をさらに支持する証拠とみなされる。2020年現在、13属20種以上の化石バサミカク類がハラフシカブトガニ類に含まれる。分類学的位置が、 理論的で再検証が必要とされる、ボーチグリビングキアム、ハラフシカブトガニ類より、基盤的な新ハサミ角類をファコルストディバステリウム、およびデケイトリアタに含まれるとされるホーヤとウィンシキア、は、便宜的に、本群に含まれる場合もある。ケイシペインユリスは90年代から2015年に、かけて一般に、ハラフシカブトガニ類扱いされたが、2010年代以降においても、 競技のカブトガニ類に含まれることが広く認められ、本群から区別されつつある。原シカブトガニ類として再記述されるウィルエラサイアは、ランズデルの系統解析で競技のカブトガニ類に含まれるとされ、2020年のいくつかの創設文献もそれのみに基づいて、本属を原シカブトガニ類から区別させたが、2015年、 以降の系統解析ではむしろサダニシデイカやブノ時代、カのハラフシカブトがニ類と共にデケイトリアタに近煙とされ、本群の一つとしてまとめられる。吉イ古のハラフシカブトがニ類を含んだオルドビス紀のすべての化石は2020年現在では未だに正式の記述がなされていない。ありがとうございます。